はい、動画最後にですね、ちょっとお得な情報もありますので、動画最後までご覧ください。では、行きましょう。本番行きます。よーし。カメラ OK、音 OK、リアクション OK、よーし、スタート。どうも皆さん、こんにちは。新居からこんにちは。監督ラボの監督です。ちょっとですね、背景がいつもと違うのですが、こちらでやっていきたいと思います。はい。どうした？今回はですね、提供していただいた商品を紹介していきたいと思います。はい、こちらワイヤレスイヤホンでございます。はい、こちらの商品なんですけども、自由に音を聞きたい方におすすめしたオープン型空気伝導イヤホンです。アウトドアやスポーツをする方、特におすすめなイヤホンとなっております。今回はですね、1つ目本体とケースについて、2つ目接続について、3つ目音質について、4つ目まとめエンディング、この4つに分けて紹介していきたいと思います。というわけで、一つ目、本体とケースについて。では、こちら早速開けていきたいと思います。こう、開けます。はい、こちらでございます。結構、ちょっと高級感がありますね。ちょっとこのマットの仕上げ、イヤホンケースなんですけども、PC-ABC 素材が使われております。触感が滑らかで細かいというわけで、この音を聞いてください。はい、めっちゃ触り心地がいいです。こちら、高いコードで壊れにくい仕様となっております。本体なんですけども、こちらにロゴがあります。そして、ここ、ケーブルを差し込んで充電することができます。付属品としましては、日本語に関しては、こちら、後ろ側に載っておりました。そして、こちら、USB でございます。お尻の方につけまして、あとは充電することで、本体を充電することができます。イヤホンケースなんですけども、こちら、700mAh のイヤーケースが付いてきております。充電時間は約2時間。イヤホン本体が充電されているときは、イヤホン単体それぞれ10時間使用することができます。そして、この充電ケースをフル充電しますと、最大45時間も使うことができます。いや、素晴らしいですね。では、ちょっと中身、開けていきたいなと思います。では、開けます。で、ここ、見ますと、爪でね、触れるところがあって、あ、ついたついた、電源がついた。オープン。こんな感じでございます。どうでしょうか？おお、かっこいい。黒光りがしてます。一個取り出してみたいと思います。はい、こちらが本体でございます。はい、2個セットでございます。まず持った印象としては、めちゃくちゃ軽い。重さが 11g。装着が簡単で、圧迫感が少ないです。というわけで、これどうやってつけるのか。このような形でつけます。はい、こちらに R と書かれておりますので、右ですね。こいつを耳の後ろにつけて、こう。こうかな？多分こう。ちょっと両方ともつけていきたいと思います。あ、めちゃくちゃ軽いぞ、これ。こんな感じでございます。こちらなんですけども、人工光学に基づいたデザインです。そして、オープン型です。オープン型というのは、耳にイヤホンを差し込むのではなく、乗せるだけです。耳を塞がず、耳にフィットします。今のこの時点で、ほぼほぼつけてる感覚はございません。という仕様から、スポーツやアウトドアにおすすめです。また、何か流れ作業をしている時に、これをつけても、全然負担がなく、ストレスフリーで、本当に軽いです。また、この本体なんですけども、IPX4 対応しております。あらゆる方向からの水しぶき、急な雨や激しい運動で、自分から出る汗、そういったものに濡れても安心して利用することができます。というわけで、ちょっと今実証してみたいんですけども、動いても落ちないのか動いていきたいと思います。あ、なるほど、全然大丈夫ですね。はい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 、というわけでですね、こうやってめちゃくちゃ振っても全然ビクともしません。ずれ落ちません。大丈夫ですね。二つ目、接続について。ワイヤレスというわけで、今回こちら、コードを使いません。接続は、Bluetooth 5.3。電力消費を減らし、より高速で効果的なデータ通信が可能。安定性を高め、音声遅延を減らし、通信速度が向上した、Bluetooth 5.3 の仕様となっております。はい、というわけでですね、ペアリングしていきたいと思います。操作に関しては簡単です。まずはスマートフォンです。Bluetooth 機能がオフになってましたら、オンに変えます。出てきましたら、ケース内部のボタンを3秒以上長押し。これいいですね。やっぱ磁石がついてるので、はまり心地も最高です。はい、こんな感じです。では一回閉めまして、ボタンはどこにある？ここにボタンがあります。ここを長押しします。点灯するとペアリングモードへ移行します。では長押します。長押し来るか、起きた。でこいつをタッチ。はい、というわけで来ました。接続済みになりました。つけていこうと思います。監督ラボの YouTube 見ていきたいと思います。この新居ルームツアー行こうか。で今接続がこちらに入っているので、これで聞けるはずだ。おおお、すげえ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 。音漏れしてるかね。音量を最大にします。はい。そして、どうでしょうか、音。で、外すと、
あ、聞こえるね、でも。あ、でもこれね、付け心地がほぼないので、めっちゃいい。遅延、ほぼないです。で、ちなみにこれ、2回目以降のペアリングはですね、こいつも接続してますので、こちらを外して、外すことによってペアリングが解除。そして、また使うときは、つけると、もう自動的にスマホがあれば、毎回、煩わしいペアリングはしなくていいです。操作なんですけども、スマホアプリは今回特にありません。この本体自体で操作することになります。いや、ボタンないでしょって思うんですけども、なんとこちら、タッチでございます。剥がしてくださいというものがついてますね。これ剥がしますね。これを取らなかったら充電ができませんので、使う際は気をつけてください。こちら今、剥がしてないやつです。で、これ剥がすとこんな感じになります。電源のオンオフなんですけども、ケースから出すと電源をケースにしまうと電源オフになります。これにしまうまでもないなって時は、こちら 1.5 秒以上長押しすることで電源を落とすことができます。操作なんですけども、再生と一時停止が2回タップ。次の曲が右を 1.5 秒長押し。で、前の曲は左側を 1.5 秒以上長押しすることで前の曲に行きます。音を上げる際は右タップ。音を下げる際は左をタップ。そしてこの後紹介するんですけども、左をですね、トリプルタッチ、3回タッチすることでゲームモードに切り替わります。実際操作のね、どれくらいの反応速度なのかっていうのですね、下げるときは、はい、でも操作としてはね、結構早いです。今スマートフォンから音をやってるんですけども、離れても音が聞こえるのか聞いていきたいと思います。今のところまず大丈夫ですね。まだ音は大丈夫。はい、ドア開いております。2回タップ。はい。というわけで、一時停止できました。今ですね、向こうのね、ドアを隔たりまして、お風呂場に行って閉めたんですけども、全然ね、途中で途絶えることはなく、ちゃんと綺麗に聞こえてきました。すごいですね。続きまして3つ目、音質について。音質ですね。で、先に言いたいのは、音を直接自動というところに伝えることによって音漏れを効果的に減らす平行性電音技術というものが使われております。どんな感じで今身についてるのか、はい、こんな感じでございます。かける部分で、で、ここからね、音が鳴ってるというね。でも耳にはそういうなんかイヤホンのこうね、入るものはなく、本当に乗せてる感じ、自動というところにですね、伝えることによって音が聞こえているというわけでございます。はい。その他にもデジタルマイクロフォンによる通話、電話かかってきました。繋がっていましたらこちらに行きます。通話開始、停止、通話拒否もできます。そしてノイズキャンセリング技術、こちらも搭載されております。環境騒音を効果的に避けて、騒がしい環境でも音がクリアに聞こえます。またこちらなんですけども、 16.2mm のダイナミックドライバーが搭載されております。まあ、これ見てもね、わからないんだけども、こちら低音補強アルゴリズムが搭載、低音を自動的に強調して没入感のある低音サウンドが特徴となっております。確かにね、すごいクリアっていうわけではないけども、臨場感というか空間というか、実際これ最初つけた瞬間ですね、異空間的なっていうなんか不思議な感覚でした。で、そして先ほど紹介しましたゲームモード、こちらは映像と音声の遅延を最小限に抑えてくれます。スマホのアプリでゲームやるときですね、こちらをね、 1,2,3 するとゲームモードと聞きますので、そうするともう遅延がね、本当に最小限にしてくれるというわけですね。でも今ね、実際そのゲームモードを使わなくても全然遅延は感じれなかったです。はい。で、あと最後にですね、他のイヤホンでもどうなのかっていう部分をちょっと、あ、低音聞いてる。こちら自分でね、購入したワイヤレスイヤホンですね。耳に入れるタイプですね。まあ、これはイヤホンでつけるからね。はい。耳に入れるやつと比べたら、やはりその音質はね、下がります。こちらですね。このイヤホンと比べてどうなのか。で、これ聞いた後に、図を聞く。もうサビの部分で切り返します。悪くないな。全然悪くないぞ。細かい部分に関してはやっぱり劣っちゃうけども、これからこれに変えたとしても、そんなにガクンって下がったり上がったりすることはなくですね、ちゃんと聞こえるという状況でした。はい。というわけでですね、価格としては約5000円前後でございます。そして、この動画を見ているそこのあなた、今回ですね、Amazon 限定クーポンがついております。興味がある方はぜひ概要欄を見て、クーポンコードを使って、お安くゲットしてみてはいかがでしょうか。スポーツとかアウトドアとか何かをしながら、ながらで使う際は、こちらのイヤホン、めちゃくちゃ軽くておすすめですので、ぜひいかがでしょうか。はい。というわけで、今回は、TrueFree O1、こちらのオープンイヤーイヤホンを紹介させていただきました。この監督ラボでは、こういったおすすめな商品、提供していただきました商品をですね、徹底的に実際に見て触ってと紹介していますので、もし興味がある方はですね、こちらチャンネル登録をポチッと押して、まずは登録者1000人を目指してますので、皆さんの一つ一つの応援がこの監督ラボが成長していきますので、よろしくお願いいたします。というわけで、また次の動画で会いましょう。これをつけても全然負担がなす、このハマり心地も最高です。
デマートの窓からの照明だけで今回実験的にお送りしております。あぐら回転でちょっと足が痛いな。なんかクッション欲しいですね。オープン。ちょっとナビ、シリがよくわかりませんって言ってんだけどはい、 OK でございます。